じゃじゃーん、お久しぶりです。お久しぶりです。現場どこら辺なんですか？あ、まあ言えんか、それは。今日たまたま堀川翔と喋っとったら、社長のドバジー探すって言ってたじゃないですか。ケンちゃんどうですかと。うん。で、俺さっきケンちゃんにも言ったけど、堀川翔に金額まだ提示してないでね。金ではつらね、まあ、でも金額でしょう。動画ネタもいっぱい増えるし、喧嘩しましょうよ、また。もし次戻ってきてそんな風になったら、うん、もうら戦うで。何が？お前らうるせえって。視聴者と。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。視聴者の皆さん、私は今、名古屋のっていうところにいるんですけど。バレるとバレる。はい、あ、行ったらあかんすか。まあこれちょっといいピークにおるんですけど、ちょっと今日すごい人と電話で喋りまして、びっくりするんじゃないですか、視聴者。それいいっすか？いいよ。登場します？いいよ、全然。そのために来たんだね。じゃじゃーん、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、今の人、ね、いつ、1年辞めて？辞めては2年ぐらい経ったんだよね。2年。2年。でも会ったのは。だってまだ10万チャンネル登録ぐらいの時？いや、もう20万1回いかんかん時だわ。あ、帰ってきて。で、俺が。その話はもうやったからいいって。あ、それやった？それ撮ったじゃん。あ、別日で？あの、一年後に、ゴールデンウィークの時に、去年の、うんうん、行って、あの、会社に来て、たまたま、なんか別件で来て。違う違う、呼ばれて、撮りましょうって。呼んでないよ。今日たまたま堀川翔と喋っとったら、会社帰ってね、俺が。うんうん、あ、そういや、なんか、ケンちゃんが、うん、なんか仕事くれましたね、うん、まあ何、あそこ、まあね、ああいう、まあ結構大きい会社でしょ、うんうん、で、まあ話しとったら、まあたまたま本当に堀川翔が、あ、社長のドバジー探すって言ってたじゃないですか。うん、ケンちゃんどうですかと。うん。で、俺さっきケンちゃんにも言ったけど、堀川翔に、まあ、ケンちゃんに来たらめんどくせえだろって言って。うん。まあ、やらへんぞって。誰もおらんかったなって言って。っていう話をしとったんだけど、まあ、一回ちょっと喋ってみようかなと思って。できたってことね。そうそう。で、電話して、本当にもうそのままだよね。俺来て、ちょっととりあえず行きますわ。いやいや、もういつものように、電話の途中で行きなとりあえず行きますわ、行きますわ、行きますわ、行きますわ。いや、ほんで俺は最初反対したんだけど、まあ、よう考えたら、まあ、そこ差し引いてもいいなと思って。あ、俺のマイナスを。まあまあ、マイナス差し引いても、まあ、まあ、飛び、足場のことは分かっとるし、まあもちろん、トラック乗れるし、まあ材料分かっとるから、ね。で、あの、今、足場の買い取り、販売、本当にね、めちゃくちゃ来てるんですよ。どっちが多いの？売りに来る方が多いのか。いや、ほんでね、買いに来る方が多いから、もう、最高、どんどん欲しいぐらい。本当？もう、売りに来てください。あの、足場屋さんでもいいし、誰でもいいけど、足場資材、もう、バンバン買いますんで。高価買い取りしてますんで。今、ほんで結構足場屋さん、結構畳んでるとこ多いらしいで。で、変な、もう、整理が入って、なんか変なとこに売っちゃうと、安くなっちゃう、買い叩かれるじゃん。うんうん、そうやったらもうこっちでもう取りに行ってもいいもんで、今そういう話もほんと出とるぐらい、うん、もうほんとね、何千万単位で買っても、まあまあね、すぐ1ヶ月2ヶ月は売れんで、まあ銀行とどういうふうに絡んでいくかにもよると思うけど、仕入れたらさ、うん、まあもう取って半年はそこらで売れるでしょって。どこの、現場どこら辺なんですか？あ、まあ言えんか、それは。うん、ああ、あれ、あそこか。ああ、行ってたね。いや、結構遠いよね。うん、そこには長いですか、ぶっちゃけ。まあどこまで言えるかわからんけど、動画内で言えることだけ言ってほしい。期間？うん。まあそうそう。俺がドバジーやってくださいって言ったら、ちょっと断られ気味じゃん、今。まあもう金額提示してないでね。この動画で金額提示することもあるし。なんか困ってると、まあまあ、何？身内でやっとるから。うん。身内ってのは知り合い？知る。俺の父ちゃんの弟。ああ、が会社やってんだ。おー、あ、それはちょっと簡単にはね。全然知らんとこだったら、分かった、いい話もらったわ、行くわ、ってなるけど。うん。いや、金額まだ提示してないでね。金ではつられん、まあ、でも金額でしょ。金ではつられんから俺。じゃだけどあんまり安かったら嫌でしょ。え、ドバジーだよ。あんま出せんで、でも。言って。でも、うん、世間一般的な感じで言ったら、うん、まあまあ金額じゃないからいいって。うん、でもどれぐらい欲しいんですか、ぶっちゃけ。いやいや、金はいらないから。いや、いらんことないじゃん。いや、言わないから。そういうことやつ、一番信用的。何が金額。前に俺たちも別に俺金の話なんか一切してないじゃん。前いくらでやってました？前は、まあこれ動画 PE だけど、うん、ああそれはちょっとそうでんな、ぶっちゃけ30だったら偉いですか？ 30？ じゃあ今働いとった方が全然あるわ。では楽じゃん。え、楽じゃん。
わからんって。でも、お前の、いやいや、30結構、伸ばしい30結構。30のお前の、この目の、何やってんだみたいな。でも30伸ばしい、まあまあ熱くない。え？どう？雇う側きついよね、ぶっちゃけ。そうだね、目に見えない仕事あるね。そうそう、うん、まあ積み込みとか。役に立とんのみたいな感じで。そうそうそう。だからどこまでやるかだよね、玄ちゃんがね。うん、だけども、現場を、まあ出んでしょ、出んでしょ。いいだけど。あと一緒にやればいいってことでしょ。まあまあと、まあまあ積み込みはっていうか、なんか昼間あるでしょ、あいつは段取り悪いでちょっと行ってきてと取り持ってきてとか。あ、たまにあるね。あれと、まあ足場のその受け渡しお客さんとあれじゃん。ああ、そういうね。そうなるとちょっとじゃあまあ見に行ってくるわとかあるじゃん。まあそこの会社見てくるわとか、うん、結構事務方だよね。ちょっと動ける事務方みたいなもんでしょ。まああとうまくやれや、あそこ片付きビシッとやってくれるな、まあちょっと払ってみ。どうなっとるかもう見てないけど。前と同じよ。前と一緒？うん。うん、まあ、そこまでやれって、まあまあちょっとなしよ。まあきついよな。40でも結構きつないですか？そこに40を出すのは？そうそう。きついきついよ。俺もね。うん、まあ言い方悪いけど、お前、さ、定年したい人だったらさ、まあ1万円ぐらいでトラック乗れてさ、1万円ぐらいで来てくれやね、みたいな感じだったけど。でも今のご時世、金は上がっとるだね。金は上がっとるだね。30万じゃ人なんかこう？いや、どうだろう。その人にもよるんじゃないかな。30万もらってるから、こんだけやらなあかんって思う人なのか、30万しかくれんなら、ここだ、ここまででしょって、もうそれ以上やめるわって思うのか。まあ、そうやね。まあ、朝晩で来てくれや、まあ、ちょっと出してもいいけどね。どうしたんですか？社会保険欲しい。え？社会保障にもよるね。うん。社会保障欲しいなら、やっぱさ、うん、そこからさらにだって会社は40万ぐらいかかるから、うん、30万でもね。うん、社会保障にもよるよね。まあ、その金額はもう少々下がるわね。それ、現場行ってんじゃないもんで。現場行けとは言わんよ、俺も。違う、現場で行ったら、特別手当毎回出すわ。それは別でね。で、それは求めてない。本当に。まあ、だったらこれぐらいかなって。だけど、もうやることあるじゃん、アンドバーも結構。で、やろうと思うやね。だからってさ、父ちゃんみたいにドローン飛ばしとりゃさ、それはお前よって、それなるけど。あら、実習生。悪口なんでやめとけって。実際悪口じゃない、別に。仕事だから別に正当でしょ、こんなこと。俺動画見てないんだわ。うん、リアルしか覚えないから。うん、まあまあ、お前何もやらんでいいって言ったかよって言ったら、で、死なもそんなもんって。何もやらんでいいって言っても。動画はそんな風には見えんかったからな。うん、今見たばっかりだで。なんか誰かおったんじゃないの？そう、お客さんが来とって、積み込みやっとって、まあ、買い取りに来てくれた子か、売りに来てくれた子か知らんけど、で、ちょっと手伝っとったわ。で、もイライラしとるもんで、実習生に当たり散らしとるわけよ。ああ、もっと前だとか言って。それいつもだから。そうそう、もう実習生もかわいそうだし、ゴックだで、まあ、古いメンバーだしね。ゴックね。うん、だその、モタじゃないよ。うん、全然、その辺の日本人は全然仕事できるよ。わーわーわー言ってる、もうごめんなっつって、大丈夫大丈夫、もう社長、あのお父さんいつもだからって言っとるもんで、前さえもかわいそうやなと思って、もう止めもせんし、やめるって言ってきたけど、 LINE だけ送ってきたけど、まあまあいきなりすぐこうやって話もらったけど、うん、行くわとも言えんし、うん、まあいろんな絡みもあるで、うん、うん、金額でしょやっぱ、うん、金額じゃねえ金額でしょ、金額じゃない、じゃあ今すごいくれるっていうなら、うん、分かった、今から電話するわってなるけど、そういうわけではないんで。それ、まあ確かにね。冗談だけど。動画ネタもいっぱい増えるし、喧嘩しましょうよ、また。喧嘩するといつも俺が悪くなるし、で、せめて、あいつもおっさんのくせにそんなことも知らんのかって、わちゃわちゃわちゃ。じゃあそんな俺も同じぐらい叩かれとるから、毎回こうやって言うたびに、こいつ本当舐めとんな、この社長とか言って。もし次戻ってきてそんな風になったら、うん、もう俺は戦うで。お前らうるせえって視聴者と視聴者が相手しちゃうのあるだってじゃあそういうことを書くやつは別にそういうやつじゃん、まあね、じゃあそんなこと別に、あ、なんかこいつちゃうわと思っても別にそうだよ、あかんでしょ、自分の意見のことしか言わんのだあいつら、まあまあね、そういう人だけじゃないけど、うん、もちろんね、意見として言う人もおれば、バーカみたいな感じで書く人もおるじゃん、意見はいいんだけど、まあ別になんかアホみたいな書き方するやつおるじゃん、アホみたいな、まあ、そんな、そういうでもそういうのが一番イライラするじゃん、うん、見てんだね、やっぱケイちゃんコメントとか見るんだね、おった時はね、あ、じゃあこれ撮ったら見るね、いやいや、まあ、どうせホニョホニョってホニョホニョってまたあいつ何しに来たんだとか、そうなんでしょと思ってで、俺が来たんだけどね、いい人は、あ、
久しぶりに顔が見れたとか、元気そうで何よりですって言ってくれる人には返そうかなとは思うよ。返しちゃってよ、ちゃんと。いや、返してる返してる。そうやって前の時に。あ、コメント入れてとる。返したりするけど、うん、もうなんか見とると、イラッとしんよ、ああ、へえってなって、うん。直接 DM 来たりもするし。うん、コメント入れてくださいよ。ね、ぜひ、じゃあ視聴者の皆さん、いいねとコメントね。いいねもついてないとコメント返ししないからね。いいね、コメント入れたら、ケンちゃんがコメント返ししますんで、もうボロンクソ叩いてやってください。いや、もう炎上させたるわ。いやーって。やっと23万人ですよ。まあ、50万人ね、ここから見まして。長かったな。長かった。もうちょっといかんね。集中力が足りてない。もうちょっと企画力作らなあかんね。誰かがついてくれる。だってそういう人たちを作ってるけど、そうそうそう、うん、まあ分からんだろうな。そうそうそう。だって本当になんか一人いいやつが入ってくるというね、うん、番頭じゃないけど YouTube の番頭みたいなこう考えたりして、すごいなんか社長こういうのどうですかとか言ってくるやつがおれば、うん、何でもくだらんもんでも取って、うん、それでお金っていうかその仕事で来とんだから、うん、何歩でも取って、ああそうだね、そこで上げるだけ上げて、うん、こうそうそうそう、俺がいいとか、うん、いまあ、でなんか見てると企画が面白い、多分乗り換え道場の見てる人たちは面白い系が好きなのに、うん、ちょっと、うん、なんか仕事の方に、ああなるほどね、なんかそういう風にやってくれる子がいないのか、うん、そういうバカ騒ぎできる、ああなるほどね、うん、お前ももうちょっと忙しいでか、うん、そういうなんかいたずらとか、ああやってないね、あんまりね、うん、それでもちょっと、ちょっといらない。やりましょうよ。突き抜けるぐらいの。やりましょうよ。今から電話してくださいよ、会社に。いたずらしましょうよ。いいよ。ちょっと会社辞めますわって電話してください。もういいって。もうそれ全然、あれだ、ドッキリじゃねえから。はい。じゃあ、視聴者の皆さん。ちょっと入ってるかどうかわかんないですけど、多分入ってると思います。いや、入ってる。視聴者の皆さん。ゲンちゃん。なた何やるのた、ん、何やるのまた見てねー。ああ、また見て、これか。ああ、また。ちょっとまた口説きに来るわ、ケンちゃん。分かったよ。いつかドバジーで働いてくれることがあると思いますので、ぜひまだ皆さんコメント入れてあげてください。よろしくお願いします。せーの、また見てねー。